イヴァン・ミハイロビチ・モスクビンは、ロシアの革命家、ソビエト連邦の官僚。1890年1月28日、ロシア帝国トベリ県、トベリで、商店員の家庭に生まれた。ペテルブルク工業学院を中退して1911年から、ボリシェビキ党員となり、翌1912年から1914年まで等、ペテルブルク委員会で活動し、繰り返し逮捕された。 第一次世界大戦前には、当中央イロシア局員でもあった。1917年には、当ペトログラード市鉄道地区位を引き、10月革命時には、ボロトノイドリでの武装法規会議に参加している。1919年には、ペトログラード市及び、ペトログラード県執行委でも働いた。同年5月からは、当県委部長、ペトログラード鉄道政治部会計、 流通責任者を務め、1921年から、ペトログラード委部長、同年4月からは、ペトログラード県管理部部長、10月からは、党県委組織部部長、1923年5月からは、党中央委北政局組織部部長及び副書記を、歴任。1923年4月25日から1927年12月2日、までは、 党中央委員候補であった。1924年から1926年までは党中央委北西局初期及びサイドの組織部部長を務めた。ペトログラードではグリゴリー・ジノビエフに次ぐ党のナンバー2となったが、しかしモスクビンはヨシフ・スターリンの派閥についてジノビエフを攻撃する側に回っている。同年からモスクワに移り、 3月25日から1930年1月5日まで、党中央医組織、配分部部長を務めた。モスクワで、ニコライ・エジョフに気に入られた、モスクビンはさらに出世コースを歩み、1927年12月19日から、党中央医初期局員候補を1932年10月2日まで、 中央委員及び中央委組織局員を1934年1月26日まで務めた。1930年1月5日から11月14日までは中央委行政、経済、労組人事配分部部長でもあった。同年11月からはエジョフによってソビート連邦国民経済最高会議副議長及び人事局局長に据えられ、 1932年2月まで勤めている。同月から1935年までは、連邦重工業人民委員部人事局局長、1934年2月11日から1937年6月28日までは、連邦人民委員会議附属ソビエト、統制委メンバーも歴任した。同僚のことによれば、モスクビンは非常に勤勉実直で、 酒もタバコもやらず、趣味もなく、下品な言葉も冗談も嫌う人間であったという。また、チェキストであるグレブ・ボキーの元妻とも結婚していた。しかし、モスクビンは1937年5月16日にフリーメイソンのロッジを組織して国家転覆を図った容疑で逮捕された。そして6月28日に統制及び党から除名され、7月13日に エジョフが署名した令状によって再逮捕され、11月27日に連邦最高裁軍事参議会によって死刑を宣告され、同日処刑された。その後、モスクビンは1956年7月に名誉回復が10月に投石回復がなされた。ありがとうございます。